朝でも夜でもこんにちは。姉のうぼくです。妹のさぼくです。うさぼくです。はい、では今回から虚栄都市始めていきたいと思います。はい、虚栄都市オープニングがすごいかっこよかった。かっこよかったね、うん、すごいテンション上がったよ、うん、今からもうワクワクだね、うんうん、エヴァやんってなったもん。なったなった、うん、で今回こちらのプレイは初見でのプレイになります。はい、実はね、うん、全然知らない、パッケージを読んだぐらいしか分かってないっていう。そうだね。なので、うん、私たちの知ってる前情報はいろんな巨大生物が都市にやってくる、うんうん、でゴジラいた、ゴジラいたね、ゴジラいたね、うん、で私たちはその脅威から逃げ延びるのが目的なのかな、うん、みたいだね、うん、だってなんかね、逃げ延びろって書いてあるもんね。書いてあるもんね、うん、でこちら操作は妹の砂漠でやっていきたいと思います。はい、頑張っていきましょう。じゃあ早速、はい、プレイスタート。難易度設定とかあるの？ないの？わからない。ないのかな。物語の始まり、どこにでもあるような風景、どこにでもあるような日常、街やレストラン、映画や駅や港。早い早いよ、早い早い。彼らの彼女たちの日常が今日もいとまんだ。そんな日常の延長、うん、ある日4月6時を過ぎた頃、夕方なんだね、うん、でこの日は小雨が降っていて、うんうん、春なんだ。へえ、まあ、傘もささずに歩いていた若者が、うん、若者はふと足を止める、うん、そして何気なく空を見上げた。この物語はこんないつもの風景から始まる。虚栄に沈む都市。へえ、こういう感じなんだね。ってことは今舞台何の変哲もない日常から、うん、ある日突然巨大生物がっていうことなのかな、になるのかな、ね、あ、雨、小雨というより結構降ってるね。ザーザーだね、うん、でもなんか若者は傘もささずにって書いてあったよね。空を見上げていた。その若者ってもしかして私たちなのかな、になるのかな。操作キャラクターってことかな、かもしれない。なんか春って感じしないね。え、なんかちょっと冷たい雨なイメージだよ。なんかそれか梅雨って感じ。うん、おあ、あ、動かせる。お、あ、動かしてる。下向いたりとかできるの。いや、嘘だ、動かしてなかった。動かしてない、うん、自動。まだ自動。びっくりした今、動かしてるかと思ったよ、うんうん。あ、空を見上げる。空を見上げて。雨。雨。雨だね。お、主人公は私は今。僕は今。ここで主人公変えられるんだね。ほうほうほう。どうする？女性で行く？うん。私は今の方が。そうだね。うん、なんかよりこう、うん。感情としては分かりやすくなるのかな。うん。うん、私は今。私は今。おお、ボイスも。私は 今仕事、あ、ここで年齢を、あ、仕事を終えたところです。講義を終えたところです。ハイテンションでやってきたところ、なんとなくここに来てしまいました。これ学生で、学生さん、社会 人、若者、ハイテンション、ちょっとぼーっとしちゃった人かな。どうしようか。とりあえずハイテンションで街に行くことはあんまりないんじゃないかな。ないから、どうする。なんとなく来ちゃった。なんとなく来ちゃったの方がなんかね、うん、なんかぼーっとしてたもんね、うん、私っぽいような気がする、うん、うんうん、うんうん、どうしたどうした。なんとなくここに来てしまいました、うん、そうだね、なんかね、気づいたらここいたよね。何かをこう求めるかのようにね。稲妻。お、変な稲妻の走り方だね。ああ、この人を操作するんだね。そうだね。私の名前は、私の名前は入力と名をそれぞれ入力してください。はい、はい、これはもうどう考えてもうさぼく姉妹にする。姉妹さん、お名前苗字うさぼくさん。じゃあ姉妹うさぼくにする。んどうする、どうする、どうする、どうする。うさぼく、さぼくでよくない名前。あ、ほんと。それとも、あ、うぼくさぼくにする。え、この人ほんと私みおじ私みおじ、名前、さぼく。そう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 。ちょっと気持ち悪いお名前ですね。やだね、やだね、やめようか。ちょっとなんか気持ち悪いお名前に感じますが、この人松原さんっていうんだね。松原さんっていうんだね。じゃ松原 うさぼくにする。このままの、そうしよっか、私の名前は
松原うさぼく、あまり主体性のない若者です。あ、そうなの。そういう感じ。なんかそうだね、結構下向いてるもんね、うん、すごい。自分で主体性のない若者っていうことある？ないよね。あんまないよね。私はある女性との待ち合わせ場所に向かっているの。ほう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 。じゃあなんとなく来たわけじゃないんだ。うん、彼女は友人、です。とても大切な人です。恋人なの？彼女のことはよく知らない。なんか見て見て、ビジュアルが変わる。ビジュアルが違うね。私はロングの方がいいな、うんうん、ショートよりも。その子可愛いね。ね、どの子？その恋人の子。これにしよっか。だけどなんか物語的にあれ大丈夫？それともなんか何も知らないけど何か事情があって会うんです的な感じにするか。でもさ、確かにさ、うん、私たちはこの女性のこと知らないから、うん、そのスタンスで行ってみる。そのスタンスで行ってみようか。ね、じゃあ、うん、彼女のことはよく知らない。よく知らないけど何かの事情でこれから落ち合うと。落ち合う。オッケー。すごい、髪の毛オレンジ色だったよ。彼女のことをよく知らない。金髪なんじゃない？金髪美人的な、ね、そうだね、うん、彼女のことよく知らな い, ない。自分のこちらも場所はあの大通りを右に向かった先にある公園だったはず。公園に、うん、公園に傘もささずに行 この雨の中さあ行こうって言われたよ。よしよし。ああ、動かせる動かせる。よしよし。ほうほう。夜の街に現れた巨大な影第一章。なんか人いる。よいしょ。天気予報、傘ね、傘持ってこなかったよ。ほうほうほう。私たちも持ってこなかったね。ってことは突然降っちゃった雨なのかな。そろそろ暖かくなってもいいと思うんだけど。あ、ずっと雨なんだ。へえ。よいしょ。びっくりした。春だというのね、寒いね、うんうん、この主人公絶対ちょっと場違い感あるよね。発動しなさいよ。あ、もうごまかされないわよ。どうしたどうした。すごい揉めてるよ。すごい揉めてるね。はっきりしなさいよ。あー追い詰めてるよ。しらばってたのね、ここ、ダメだ、うん、白状して楽になるね、うん、嘘はダメだよ。もうこうなりゃやけだ。やけ、うん、ここはあんまりあの深く関わらない方が ね。あ、開いた開いた。覗き込む。よいしょ。ね、雨止まない ね、うん、よし。あ、見て、カゴ持ってる。ほすごい。こうやっていろんな人に話しかけられるんだね。うんうん、うんうん、組み合わせいいねって言ってる。ほのかちゃん、とうとう。おお。アイドルのほのかちゃんがついに、興味ないなと言いながら立ち去る。ほのかがどうしたのって聞いてあげる。聞いてあげようか。聞いてあげる。なんかちょっと気になるよね。彼女がついに。なんかかわされちゃうんじゃない？確かに。かわされちゃう。やまとこ。やめとこ。え、いいの？だってお金必要になるかもしれないよ、後で。そう、やめとく、うん、やめとこ、うん、ごめんね。だっていくら持ってるか分かんないもの。確かに、うん、ごめんね、今回ちょっと申し訳ない。ほのかちゃん、すみません。カウンターの奥に行ってみたいと思ったことはありませんか？入っちゃダメですよ。入っちゃダメなやつです、それは、うん、くぐっていいんだって。絶対ダメなやつです、それは。立ち止まって四角プラス、うん、L で姿勢を低くしたまま移動ができる。ほうほうほう。あ、入ろう入ろう。なんか警察呼ばれたりしない？大丈夫大丈夫、行こう行こう。入りたいと思ったことあるよ。嘘、入っちゃったよ。入っちゃった入っちゃった。絶対ダメなやつ。こんにちは。もう森本くん、何やってるのよ。あ、バイト来ないのかな。もう時間なのに私帰れないじゃない。かわいそう。かわいそう。ちょっと、どうしてそんなところに。今の独り言怖いよね。いや、というか、店員さん、入っちゃダメですよって注意しないと。びっくりしただけだったね、うん、森本くんがどうしたのか、バイトの後何か用事があるのか、知り合いのふりをして。いやー、うん、すごくない？バイトの後何か用事があるんですかって聞いて、無難に終わらせとこ、うん、そうする。うん、だって知り合いのふりして、なんかあれして、なんかあれしてね、防犯ボール投げられちゃうかもしんないじゃん。怖いね、やめとこうか。バイトの後なんかね、何か用事があるんですか？言ってたもんね、今、うん、この女性。はい、私この後深夜ラジオ公開生放送を見てるんです。それはもう時間決まっちゃってるもんね。次のバイトの森本くんから譲ってもらう約束だったんです。あー、森本くん、やっちゃったね。他の時間なのに、帰ったら来ないんですよ。
もう何やってるのよ。交代バイトにも来ないし、チケットも持ってこないと。そういうことだね。森本君まだ来ないみたいだから。これからあと1時間だけ残っててくれないかな。これ辛いやつ。隠れて隠れてって、はい、優しいね。もう間に合わないね。決めた、うん。チケットがなくてもとりあえずラジオ局には行ってみよう。うんうん、まだチャンスはあるかもしれない。うん、あの。お客様に対して変なお願いして申し訳ないんですけど、うん、どうしたどうした、もし万が一、うん、どこかで森本くんを見かけて、うんうん、ありえないかもしれないけどチケットを受け取ることができたら、うんうん、はい、RSG ラジオまで持ってきてください。 RSG ラジオで今夜ミッドナイトスカイガーデンっていう番組をやるんです。わかったわかった。日常が続けばやるかもしれないよね。1枚あなたにあげますから、うん、お願いします。もちろんもちろんやるよ。 OK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  うんにしよっか。うん、うん、森本くん、まあ、とりあえず森本くんに会ったら、うん、うん、チケットをね受け取ってくよ。チケットを預かって届けるわ。うん、うん、森本くんは一体どんな方だい。見た目教えてほしいね。いらっしゃいませ。すごいもうすごいすごい、もう普通に普通に入っちゃってる。よしよし出よう出よう。あ、そっちはやめとこ、そっちはやめとこ。入れた入った。なんかある。ゲット。街中に落ちている競泳コインは大変貴重です。ほうほう、交番には届けなくていいので見つけたら拾っておきましょう。はい、集めたコインは髪型やコスチュームと引き換えることができる。お、取っていこう。どん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 。コインには3種類色があって、それぞれ使える枚数に違いがあるんだ。ほう、しとく。なんか外出たところがさ、うん、セーブポイントっぽいよ。なんか書いてあるもんね、うん、セーブポイント行きたいね、うん、パソコン置いてある。スリープ状態のようだ。開くのはやめようね、うんうん、いやロッカーも開けちゃダメだよ。え、でももしかしたらさ、なんかあえ、だってバイオハザードじゃないよ。アイテム落ちてるかもよ。マジで、うん、一回開けてみて、うん、こっからこの開けてどうするか決めてみよう。オッケー、よし開けたよ。なんか入ってる。お、やった唐揚げいちご味ゲット。 お、大人気小説もゲット。おうおうおう、こうやって取ってくんだアイテムを。取っちゃっていいの。うん、窃盗ではないのですか。大丈夫ですか。大丈夫、大丈夫みたい。よし、そしたらよいしょ、しゃがんで。いらっしゃいませ。よいしょ、出たい出たい出たいよ。よしよしよし。だいぶ怪しい人。いつもは売り切れてるのに。これだけで危ない人だよね。危ない人、危ない人。よし、行こっか。ゴーゴーゴー。え、なんかそこの横がセーブポイント。どこ。そこなんか S ってなってる。おー、セーブすることができる。ははは、体力や自動販売機がね、うん、体力やスタミナも完全回復するから、うんうん、ぜひ立ち寄ろう。はーい、はーい。じゃ早速セーブしようか。使用制限はないのかな、大丈夫かな。最近の季節はすごいな。セーブ。うちのテレビも買えたよ。うん、ジュースの自動販売機だ。ここがさ、セーブポイントってすごいね。ね。はい、じゃあセーブ終わったから。はい、じゃあ公園行こう、公園。早速行こっか。ここ曲がったとこだよね。赤だよ、赤。赤、赤。じゃあもうなんか起きてる。まだ何も起きてないでしょ。なんか今ガシャガシャガシャンって言ってたよ。よし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 。そうそうそう。ほら、警察。何が起きたの。何が起きた。一体何があった今、うん、大きな音したよ。早く何かが起きてるのが見たい。見たいね。どうしたの。独り言。うえー怖い。え、もう悪いことはしません。何かしたんだな。あ、そういうことか。何かしちゃったんだろうね。サイレンをしてる方へ。あ、ここも入れる。よいしょ。ん、うん、ポスター。兄殺しの犯人について情報を得たかったが、ほう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 、何やら外が騒がしいな。ほう、この人だよね。この人の独り言。うん、兄殺し。一体何があったの。何があったんだろうね。殺人事件だねかな。うんうん、ほうほう。このドアタックルすれば破壊できるような気がする。ほう、ダッシュ。ほう、やってみよっか。おお、警察署のドアをタックル行くよ。チャレンジャーだね。はい、オッケー。結構硬い、結構硬い、結構硬い。これ開くかな、本当に。開かなくない？よし、オッケー。いいのかな。大胆。大胆。よいしょ。結構大胆だよ。おお、すごいサイレンが鳴ってるね。よいしょ。そっち見たい。そっち見たいね。でもちょっとこれも気になる。
タス開ける男性の警官用の制服を見つけた、うん、やめておくごくりと手に入れる周囲を警戒しながら手に入れる。どうしようか、ちょっと周囲男性用の着ても着れるかな、着てみる一回、うん、なんかこの洋服ほら今ちょっとさ中入っちゃったからさ、うんうん、ちょっと細かすためにさ、そうかな、うんうん、どうする、余計怪しい気がするけどね周囲警戒しとく、え、警戒しよう、ちょっと当たり前のように手に入れてみる、ちょっと警戒しようか、うん、ふんふん、今手に入れたばかりの制服を早速着用してみますか。着用できるんだ、男性じゃなくても着用できるんだね、すごいすごいいいね、うん、早速着てみる、初めての着替え、そしたらね、もしかしたらおかっこいい、かっこいい、ふん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 服装を着替えれば見た目も気持ちも心機一転、うん、まさかのライフゲージが変わるとかあるのかな、おすごいね、すごい、うん、アイテム画面を開くと、うん、クローゼットであり更衣室なのです、へえー、すごいアイテム画面すごいね、道路の真ん中で着替えてもなんかクローゼットが、うん、そうなんだね、更衣室になるんだね、うん、瞬時に、うん、なんか降ってくるんだろうね、そう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 、へえ、スタミナ効果もあるんだって、へえ、じゃあ洋服とかもある程度探していかなきゃいけないんだねみたいだね、だから初期装備は結構弱いんじゃないかな、おなんかすごい強くなったよ、強くなったよ、なんか伸びた、やったね、伸びた伸びたゲージが、ライフゲージかな、うん、じゃあ次はあれだね、警察というより次は軍隊の洋服とかの方が強いんじゃない、軍隊のね、うん、多分防御力多分200はいく、何か壊す音が聞こえたんだ、一体何でしょ、あ、話しかけちゃった、お、あ、ご苦労様です、ご苦労様です、はい、気づかれない、当然のように話しかけ、え、なに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 、これはどうもご苦労様です、すごい、ごまかせてる、うん、その制服、男性用の本物ですね、バレた、どこで手に入れたんですか、ごめんなさい、栗林くん、どうかしたのかね、あ、なんかちょっとまずい感じじゃない、まずい、まずいよ、この女性、男性警官の制服を着ているんです、燃えてる、燃えてる、燃えてるよ、その制服、いや、制服よりも後ろ、制服よりも後ろだよ、盗んだんですか、うーん、堂々としよう、堂々としようか、盗んでません、すいません、つい、あ、返しちゃうんだ、借りて、そうだね、そうです、借りてるもん、借りてたんです、うん、そうだった、借りてた、うん、盗んでません、うん、盗んでない、交番の宿直室のタンスの中にあったのを借りてるんです、そうそう、借りてるんです、宿直室のタンスの中ですバレた、なるほど、あなたは制服を見たら思わず手に取ってしまう資質があるようですね、柳井巡査長、何感心してるんですか、いや、もうなんかそれどころじゃない、危ない危ない、それどころじゃないわ、そうそうそうだ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 、なんかなんかいるんだから、そっちを確認しに行こう、住民の避難誘導をしてきます、3人で行こう、そう、私たちも協力するよ、絶対行かない人だ、あー行かない人、壊す音が聞こえたが、あ、あーってしたもん、何何ね、よしよしよし、ウルトラマン、ウルトラマン、でかい、すごいな、こっち見てる、ね、映画見てる、なんか電話、そういえば先ほどスマートフォンにメールが届いてたね、ほうほう、こんな時一体誰からだったのでしょうか、誰からでしょうか、森本くん、森本くんまさかの S、 うんうんうんアイテムから見れるって、はい、今見れるかな、よいしょ、あ、無事ですか、これ会わなきゃいけない人じゃない、ゆき、ゆきちゃん、うん、ゆきちゃん待ってるんじゃない、待ってるんだ、待てるは大変なことになっていますが、うん、そちらは大丈夫でしょうか、公園で待ってますって、気をつけてください、うん、ゆきちゃんもうたどり着いたの、ゆきちゃんはもう向こうで待ってるらしい、ゆき、あ、変身ができる、へー、すごいすごい、こっちは大丈夫、今向かってます、うん、あまり大丈夫じゃないけど向かう、たどり着いたら優しくしてね、こんな状況に本当に公園に行くの、やっぱ待ち合わせ場所変わるの困るから、うん、とにかく公園に向かいましょう、そうだね、うん、はい、送信しました、オッケー、はい、ゆきちゃんすごくない、ゆきちゃんすごい、こっちだよね、多分こっちだね、地図だよね、だよね、ウルトラマン誰と誰と戦ってるの、誰と戦っててどういう、地響き、地響きがすごい、おお、危ない危ない、ええ、ウルトラマン、二
っちに何かいる、何かいるのかな。行ったぞ。にもウルトラマン、ウルトラマン、女とか爆発に若干攻撃食らったらしい。階段登れなくなっちゃった。階段はいけない、階段はいけない、下を通ってこう、下を行くってことだよね、うん、あーここか。なんかある、なんかある、何これ。あ、こっちか。取った取った。あ、さっきの警官、さっきの警官さん、皆さん誘導してくれてるんだ。ありがとう。こんな危ない状態に。あなたも早く。勇敢だね、この人も。海の向こう側はまだ火災が起きていないわ。諦めちゃいけません。諦めなければ絶対に助かります。はい、おー、正義感があって熱い。そうだね。フラグ、助かりましょう。あー、フラグ、フラグ立てちゃったよ。よし、早く行こう、早く行こう。行こう、またね。また、また、後で。また後で。また後で。よし。おーって書いてある。危ない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 。逃げて逃げて。逃げる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 よ逃げるよ。あー、これこれいける？あー、ここか。あー、痛い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 よ。痛い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 。危ない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 。あれ道が塞がっちゃった。道が塞がっちゃったね、こっち側。ということはこっちか。よしよしよ。画面が白いよ。見えない見えない、画面が見えない。すごいことになってる、すごいことになってる。何もわからない、何もわからない。あー、爆風が、いや、なんか今あのレーザービーム的なものが、あ、撃たれた。うん。なんだ、草の爆発だ。誰、なんか待ってるよ。だめだ、お金、クマやりやがったな。これは見ちゃいけないやつですね。見ちゃいけないやつですね、ケースを見る、メガネの人を見るか、いかつい男の人を見るか、思わずお札を取る。いやー、ここはちょっとやめといた方がいいかな。どうしても、うーん、で、んーと、何見てんだよって、どれ見てても言われそう。どれ見てても言うよね、うん、どうする。酷そうな人を見てたら、やれと言われてしまいそうだし、いかつい人だったな、いかつい人を見てたら、あれ見てんだよって多分言われるし、なるよね。じゃあ、人じゃないもの見てこっか。でもお金、いや、取引のお金見てるのはやばくない？取っとく？お金、いや、取っちゃうのはダメでしょ。どうする、どうする。 いかつい人にしとく、いかつい人にしとく、いかついとこ、ちょっとね、ボス的じゃないから。そうそうそう、すごい見てる、すごい見てるよ。大丈夫ですか？すごい見てるよ。あ、こっちも見ちゃうんだ、結局。あ、結局見ちゃうんだ、全部見ちゃうんだ。あ、全部見ちゃう。あ、全部見ちゃう。あー、すごい目が合っちゃった。しかも警察の格好してる、これはまずい、まずい、見られたぞ。うん、本当にまずい、始末、お互いまずいよ、これ。始末、始末します。ダメ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 、やばいやばいやばい。よし、逃げよう逃げよう逃げよう、これは逃げよう。よしよし、みんななんでありやってなるか、その間に逃げよう。うん、今チャンスだよ。よし、逃げろ。武藤、武藤から逃げる。え、構えちゃってる。いやいやいや、とにかく逃げよう、とにかく逃げよう。はい、とにかく逃げよう、逃げよう。それがいい、それがいい、それがいい、それしか方法はない。そう、構えポーズすごい取ってるよ。もうダメだ、逃げられない。そんな時は、うん、お、びっくりマークが表示されるから、うんうん、四角ボタンを押すと機器を脱することができるかもしれません。かもしれない、かもしれない、断定はしてくれない。逃げる逃げる、ゴー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 。痛い。ゲームオーバー。コンティニュー。はいはい。どっからだろう。あ、こっからだ、優しい。四角、オッケー、避けれたよ、避けれたよ。どっち、またバスのとこであれするんじゃない。よしよし、オッケー。バス、バス来ないの、バス来ない、バス来ないよ。オッケー、オッケー、来た。あ、危ない、危ない。さっきこれでやられちゃったんだ。はいはいはい、はい、まさかのゲームオーバーでびっくりした、うん、びっくりしたびっくりした。何が起きたのかいまいち分かってなかったから。初のゲームオーバーだね。階段、階段、歩道橋。おお、近い、すごい、ウルトラマン近いよ。ウルトラマン VS ウルトラマン、なんで戦ってんだろうね。なんということだ。どうしたの2人とも。これはなぜウルトラマンとウルトラマンが戦ってるね。うん、すごい迫力だわ。似てる、確かに。うん、どっちが正義の味方なんだろう。うん、どちらも負けるなと応援する。せっかくなので巨人をバックに写真を撮る。インスタ映えですね。インスタ映えですね、うん、どうする、記念だから撮ってく。おう、チーズ。
ノリノリ、ノリノリだよこの人。いいねいいね、スリーショット撮れたよ。よし逃げよう、よし逃げよう、よし逃げよう、よし逃げよう。もうお気づきかもしれませんが、はい、走ることができますよと。はい、おお、もっと速く走るには R1 をしながらダッシュ。お、ただスタミナがゲージするんだって。スタミナが減少、スタミナがゼロになっちゃうと疲れちゃうってさ、うん、OK です。ってことはその時と場合を考えて、そう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 、こっちだね。あ、走る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 、あ、上のゲージがすごい減ってる。本当だ、よし、OK、危なかったね。危なかった。変化してたんだ。そういうことか。おー、すごい。今攻撃食らったから姿が出ちゃったんだね。これはウルトラマンやられちゃう。見られた。見られた。逃げよう逃げよう逃げよう。げようすごいすごい見てるよ。何星人かわかんない。何星人だろう。いや有効的ではないね。有効的ではない。うん。うん、なんだか危機を感じる。警戒しようか。うん、警戒して立ち去ろう。うん。とりあえず逃げるが勝ちだよ。危険な感じがするわ。うん、そうもう危険な感じしかしないよ。うん、あ、見てる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 、今の手振ってたら絶対怒るよね。絶対絶対やられる。OK OK OK。 危機一発。危ない。逃げ切れたかな。うん。いやー辛かったね。なんてこった、なんてこった。何あれね、怪物怪物。こりゃすげー、確定だ。ああこの人はそういう人なのかな。取れたらもう新聞記者かな。そういう感じだよね。これじゃ出られそうにないな。出られなくなっちゃった、うん、どっか出られるとこを探そう。そうだね、手分けして探そう、うん、で煙、警察の洋服を着てるから誘導をしなきゃいけないとかありえる。周りから見たらね、うん、警察官だと思うもんね、うん、私たち今エレベーターはダメ。エレベーターはエレベーター、たとえ動いてても、うん、エレベーターは動いていません、うん、たとえ動いてても乗っちゃいけないよ、こういう時のエレベーターは。危ないもんね、うん、ここにいると危険です。上移動しましょう。そうだね、一、うん、人だけこっそりはひどい。とりあえずみんなで行こう、みんなで行こう。ここにいると危険です、うん、階段で上移動しましょう。行きましょう、うん、すごいなんか警察官になりきってる。なりきってるよ。ちょっとなりきるスタンスでいこっか。お前さん、なんだかあのでかいのに狙われているように見えた。私たちがあいつの勘に触るようなことでもやったのか。いやいやいや、写真撮ったのダメだったかな。うん、多分それかもね。ちょっと怒ってるかな。うん、うん、私たち、あ、でもなんで狙われてるように見えたんですかって聞くのもいいかもよ。そうだね、うん、純粋に気になる。なぜ私が狙われているように見えたんですか、うんうん、この人はずっと見てたんだもんね。今日からこのビルの入り口まで、うん、まるでお前さんを狙って攻撃しているように見えたからさ。確かに。だとしたら、うん、ここで一緒にいたら確かに。そうだね、俺も上に行くわ。そうだね、うん、うん、多分だけどね。お前さんと一緒に特ダネが取れるかもしれない。あ、そういうこと。この人は命よりも、命よりもネタが欲しい。大塚さん、ネットニュースに記事を投稿して、あ、大塚さんよろしく。大塚さん、これから探してんの森本くんなんだけど、森本くん無事？森本くんいる？確かにちょっと忘れてたよ、森本くん。ちょっと大塚さん、森本くん知ってるかな、うん、お、よしよし、上に行ったんだね、これで、うん、よいしょ、よいしょ、あ、なんか助けてください。無事ですか？また連絡来た？ゆきちゃん来た。街大変なことになってるね。大丈夫じゃなさそうで心配、気をつけてね、だって。うん、気をつけるよ、うん、気をつけます。うん、助けてください、だってそこ助けるよ。あ、ここだよね。そこよしよし、調べる。あ、さっきのタックル、さっきのタックル。そういうことか、うん、OK です。 OKOK、 人命活動をしていきましょう。人命活動をしましょう。せーの、よいしょ。硬い、硬いよ。硬い硬い。もう一発、もう一発、もう一回ぐらいやんなきゃだね、うん、せーの、はい、 OK。誰か助けてくださいって声が聞こえたけど、なんか言ってたよね。あー、コイン、あ、コイン、はい、あ、よいしょ。危ない、危ない、コインに目がくらんだ。なんてこと、コイン取りたい。オッケー、なんかビーム出してきたよ。ビーム出してるね。あれあれ、助けてくださいって言ってたのは誰。いない、いなくなっちゃった。あれ、とりあえず中入る、中入ろう。いないし、どうすれば
あ、セーブポイント。あ、セーブポイント。この人が？この人がセーブポイント？え、どういうこと？どういうこと？どういうこと？話しかける。ほうほう。あれは一体何なんだ？何なんだ？セーブする。本当に？おー、じゃあちょっとこの人と一緒に行こうか。そうだね。うん。ずっと共にしたいね。そうね。共に行動していこう。ありがとうこの人。ありがたいね。ここでしゃがみ込んでた人がいるけど。ぐるーっと回ってぐるーっと。あ、この人ね。違う、それは木です。あ、木だった。ほら。あー、ほんとだ。大丈夫？なになに？何でも買い取るよ。買い取り専門の人。買い取り専門の人。おー。野菜の値段が上がっている。野菜持ってたっけ？野菜は持ってないかな。いちご味持ってるよね。うん。あ、でもこれ、HP60 回復だって。あ、じゃあやめとこ、うん、やめとこ。とりあえずやめとこ。うん、うん、立ち去る。今は大丈夫、うんうん、また後でね。ここで売りたいあれがあるんだ ね。鉄どうやって出るこの建物から。それだよね、うん、エレベーターも塞がっちゃって。セーブポイント、あ、この人話しかけるのかな。大塚さん、うん、ほうほう。大塚さんは何も言ってくれない。どうすればうん、うん、どうもどうも。君すごいね、このドアをぶち破るとは。え、こっちからなんか行けんのかな。どっか行けんのかな。あ、あっ、違った、こっちか。そこ行けないでしょ。あれ、よしよし、そっちそっち。あ、こっちか。いらっしゃった、いらっしゃった、いらっしゃった。大丈夫でした？大丈夫だった？怖いよね、急に。へぇ、触手だと思ってた。ねぇ、木下くん。いや木下くん頑張って。課長。なに、大丈夫。なんか光った。どうした。右手がうずいてる。両手がうずいてる。もしかしてこれ攻撃できる。腕がひるんだような気がする。なんかね、なんか、あなた何者。え、私は何者。私たち何者だったの。この人もしかして、この光は私の力なの。なにこの光。新しい力が芽生えてるってなるか。どうする、私のパワー。心を燃やすか、慌てるか、戸惑うか。いや、普通は戸惑うよね。そうだよね。何この光ってなる、うん、でもこの子が中二病気質だったらくーって心を燃やしちゃうかもしれない。あ、新しい力が芽生えてるって。燃やそっか。燃やしとく、うん、でもなんか変なやつだけどね、ただの。そうだよね、うん、変な人認定受けちゃうよね。でも状況が状況だから、もしかするとそうやってやることによってヒーロー的な、うん、あ、周りの他の人のある意味その不安を取り除く。そうそうそう、取り除く。だけどなんか何かあったら全部頼られるっていう。そうだね、うん、警察の服も着てるし、そうなんか謎の光も出てきたし、うん、ただ下手になんか慌ててるのを見ると周りの人もどんどん不安に駆られるかな、うん、 そうだよね、それともこの力私のなのって言って、あのこう冷静に戸惑いながら受け止めておくか。どうする。だけどちょっと私は心燃やしたくなってきたよ。燃やしとこ。感じる。感じるって私の体の中に新しい力が目覚めてる。目覚めてるよ。なんかあれだね、あのキャラクターがグラグラ変わるね。お、あ、レベル3になったって。嘘。みたいな腕がおとなしくなった。うん、やっぱり私たちの力なんだ。すごいよ。すごいね。何が起きてるのか全くわからない。口先ばかりで選ぶってるだけの課長とは。課長、そうだね、木下くんとは違うね。そんな風に思ってたのか。で、課長さっきひどかったよね。あのうちに逃げるぞ。木下くんって縦にしてたよ。縦にしてた。そっちから、そっちの今の今まで入ってきたドアの方は抜けられないから、その隣にドアがあったから。そうだね。あ、でもこの人だったら会社の出口ぐらい知ってるんじゃない？話しかけよっか。うん、あ、うん、きっとすごい人。ありがとう。うん、ありがとう。そっちから出られない。あ、来た！あ、オッケー、ママ。助かった。オッケー。みんなは？待って、煙がすごいよ。煙がすごすぎて洋服が戻っちゃった。あ、焼けちゃった。上がなくなっちゃったよ。え？あ。アングルが。あ、もっと見たい。そんな時は。ほう。R2 で虚栄カメラと通常カメラを切り替えることができる。ほう。いや、コインは欲しい。みんな逃げて、みんな。
巨大異星人に追われて2度目のゲームオーバー。そうですね、公園までもう少し。あ、いや、これ公園で待ち合わせ行っても。あ、こっからだ。優しい優しい。どうして、こういうとって投影カメラを投影カメラを見ないで走る、見ないで走る、走り抜けます。よしよし、あー、来い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 、今撮ってくよ。そうそう、止まらない止まらないよ。よし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 、あー、来い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 、あー、